じゃあそのまま進めていきますか。はい、よいしょ。山頂の決戦。あー、キリア君かっこいい。く、勝てなかったか。自分もまだまだだな。あ、千里さん、そんなことはない。ここまで追い込まれたのは久しぶりだ。自信を持て。ありがとうございます、父さん。おお、ゆきくん。おお、なあ、いいな、いいな、これ胸熱だな。おお、勇気じゃないか。この山に来るなんて珍しいな。ポケルン、お前も来てたのか。このキラキラキラっていうこの表情かわいい。よかった、その様子だと何もなかったみたいだな。言わんこと、キモリかわいいですね。あ、後ろにケッキングいる。気づかなかった。なんかその右端の岩とちょっと同化してて、ケッキング見えなかった。うわー、やっぱ千里さんといえばケッキングなのよ。ん、何のことだ。いや、無事ならいいんだ。それより挑戦者を連れてきたぜ。おお、そうか。はじめまして、私は千里、勇気の父であり、今は WPM のリーダーをしている。いい目だ、キリアと同様に素晴らしい勝負ができそうだな。頑張れよポケルン、父さんのケッキングはすっげー強いからな。自分は千里さんに負けた。正直結構悔しいよ。千里さんは本当に強いから気をつけろよポケルン。はい、気をつけます。準備はいいよな。では鍛え上げた君のポケモンを見せてくれ。おー、胸熱展開だな。ということは次には、もう VS 千里だ。やばい、勝てるかな。ちょっとでも一旦ちょっと iPad の充電がちょっとやばそうな気がしているんですけれど、大丈夫かな。ちょっと一旦戻りますがね。で、7%、いけるか。まだいけるな、きっと。第7章12は多分持つはず、端末がいけるはず。これでブチって切れたらちょっともうショックで立ち直れないかも。はい、 VS 戦に行きます。ついに戦っていきます。行きましょう。よいしょ。あ、よいしょ。今のあって何のあだったんだろう。自分で言っといて戸惑っちゃったな。お、千里が勝負を仕掛けてきた。さあ、行きましょう。いやー、強そう。強そうだよ、ケッキング。ちょっと、じゃあはい、まずはいつものインファイターですね。いや、の頑張ってるわよ。よいしょー、強い、さすがですね。で、次、技ゲージ溜まったら、バブル光線行きましょう。さあ、来た、よし、いけい。まあ、怖いんだよな、次、必中って出るの。次、必中を打たせる前に、倒してしまう。それがいい、きっと。よし、あー、怖い、ドンメルも怖い。次、必中のドンメルが怖すぎる。さあ、バブル光線溜まれ、いけ、あー、やばい、泥かけしちゃう、あー。スタージャが集中攻撃されてる。いけ、バブル光線だ。どうだ、よし、一発や。はい、来た来た来た。はい、で次溜まったら、いや、もう元気目いっぱいするか。いや、もったいない。よし、溜めていいファイト行きましょう。いや、ケッキングがね怖いんですよ本当に。これ頼む頼む、早く早く溜まんで、早く溜まんで。よし、いけ、どうだ。あー、ええ、待って、ケッキング捨て身タックルしようとしてない？捨て身タックルしようとしてない？さあ、元気目いっぱいしましょう。あー、重たい、やはり一撃が。よし、これで技ゲージ溜めてクリティカット。はい、これで次インファイトですね。え、ケッキング待って、回復した？しかもバディーズ技だ。やばい、大丈夫かな。あ、すごい、待って、このさ、後ろの背景、ゲームの時のあの背景や。すごーい。あー、スタージャー、はー、やばい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 。さあ、いいファイト、頑張って。いや、のしかかり、ケッキングののしかかりは本当に怖い、本当に怖い。さあ、元気目いっぱいでクリティカット。次来る、誰に、あ、あー、やばいやばいやばい、間に合え。これで、ね、元気目いっぱいやっていいファイトでいきましょう。頼む頼む。さあ、いけ。あー、待って、大丈夫か、やばい、あー、やばい、大丈夫か。いいファイトだ。よし、いいファイトやってすぐバディーズ技いきましょう。頼む、間に合い、間に合うんだ、間に合い、バディーズ技
水槽だ。よし、これでメガルカリオにメガ進化だ。いけ、グローパンチ。どうだ、いけ、どうだどうだどうだ。あー、来た、勝てた、勝てた、やったー、千里さんとの勝負に勝ちました。やったー、やりました。よしよしよし、いい感じ。はい、コロニーレベル31になりました。ジュンもレベル25になりました。やったねー。ふぅ、危なかった危なかった。なんか毎回さ、バトル結構ギリギリになっちゃうね。まあいい勝負ができてるっていうことなんでしょうね。そう考えましょう。あ、やばい、バッテリー残量があと 5%。 大丈夫か、大丈夫じゃない気がしてる。一旦このストーリー読みますか。はい、よくここまで鍛え上げた。君とポケモンの絆は強い。それにチームワークも素晴らしかった。私の負けだよポケルン。こんなにポケルンが強いなんて。応援はしてたけど、やっぱり先を行かれてちょっと悔しいな。そんなことはないぞ。私の欠勤を苦しめた君の実力は本物だ。見てて、本当にいい勝負だったぜポケルン。この調子で腕を磨けばブレイクダウンがどれだけ来ても怖くないな。ブレイクダウン、最近動き回っているあいつらのことか。ああ、来る途中に会ったんだ。返り討ちにしてやったけどさ。油断しない方がいいぞ、ユウキ。え？以前より強いやつも増えてきているらしい。何か悪いことが起きる気がする。気にしすぎなだけであればいいが。ブレイクダウン。千里さんがそこまで警戒するなんて。おっと、いかんな。話がされて、まだバッジを渡していなかったな。お！受け取ってくれ、ポケルン。このペイシェントバッジは、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、ペイシェントバッジは、仮面の男、この洞窟にいるようですね。さあ、始めましょう。何？何を始めるの？ねえ、む、あれはブレイクだ。まずいぞ、あの洞窟はバディーズたちの休憩場所だ。みんな、あいつを止めるために手を貸してくれ。行きましょう、千里さん。え？え？え、何？待て、ブレイクダウン。みんなに危害を加えるのはやめてもらおうか。もともとそんなつもりはありませんよ。用があるなら、ダルブル PM リーダーの千里、あなただけだ。なんだって？何？今です。何何何？なんだ今の音？まずい、みんなを守るぞ、ケッキング。え、何が起きてるの？何が起きてるの？何が起きた？みんな無事か？はい、なんとか。でも出口が、あ、ほんとだ、全部なんか雪崩みたいになって埋まっちゃってる。まずい、出れなくなっちゃった。大丈夫だ、ここが通れなくても別の出口を探せばいい。諦めなければ道は開ける。おー、頼もしいですね千里さん、やっぱり。なるほど。いやー、ちょっとペイシェントバッジをもらい損ねちゃった。そんなー。しかも次、洞窟のブレイクダウンだ。あー、電池が持つから、ただただそれが今は不安。ただただ不安、電池が持つかが不安。まあ、進めていきましょうか。はい。大好きクラブ、おやおや、迷子ですか？僕の住んでいる洞窟へようこそ。僕はポケモン大好き。でも人間は好きじゃない。つまり僕の言いたいことは、あ、ポケモンだけ置いてここから立ち去れってことです。そんな、いい人だと思ったのに、ひどいよ、騙してたなんて。仮面男が勝負を仕掛けてきた。さあバトルですね。1回戦目行きましょうか。さあ行きましょう。さあインファイト、よいしょー。はいはい、いい感じですね。はい、次、技ゲージが溜まったら、バブル光線行きましょう。溜まんねー、早く溜まれー。そわそわ、そわそわ。よし、来た！どうだ？来たー！一発ですね。もういいかな、元気目いっぱいしようかな。はい。さあ、これで技ゲージ回復して、バブル光線で。よいしょー。どうだ？おー！耐えたか。
じゃあ間髪入れず泡で、お、まだね一戦目、あ、まだそうだ、いたわいたわ、はい。で溜まって次インファイトかな、クリティカットしますか。うわ次必中だ、怖い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 、やだやだやだ、インファイトでよいしょー、やったー、ゴローンは倒れた、これで、はい、仮面の男との勝負に勝ちました。やりましたね。よし。いい感じ。大好きなものと大嫌いなもの、どちらもあって当然なのに、てんてんてん。何かを嫌いだって言うとすぐに怒る人がいるんです。だから僕は一生ここにこもるんだ。まあね、好きっていう気持ちを突き詰めていくのはめちゃくちゃ大事だよ、きっと。でもね、時にはやっぱ嫌いなものとも対峙していかなきゃいけない時もあるから。見つけたぞ、ブレイクレンジャー参上。なになになに、ブレイクレンジャーだ。なんだそれ、なんだその登場の仕方、昔は悪で今も悪、足し算掛け算全部悪。おもろい、ブレイクレンジャー高1点、テストの点数ほぼ1点、ダメでしょそれは、あかんって、僕たち道を踏み外してるって、悪のエリートまっしぐらだよ、ダメだよ、誰かこの子たちを更生させてあげてくれ。ダメだよ、ちょっと自己紹介はめちゃくちゃ面白かったけど、いやブレイクダー面白いですね、見た目すごいかっこいい感じなのにね、仮面つけてて。じゃあさて行きましょうか、はい、インファイトで早速行きましょう、よいしょー、はい。次は、まあ、大体ね、インファイトからのバブル光線っていうのはこのショーでのバトルでのなんか馴染みの感じになってきたわ。よし、スタージョが耐えてくれてる、バブル光線だ、あー、みんなスタージョばっか狙わんといて。さあどうでしょう、よいしょ、あ、ちょっと耐えましたが、でも泡でよいしょよいしょ、はい。さあじゃあここで元気目いっぱいして技ゲージ回復しますと、はい。じゃあ最後キテルグマーにインファイトでいきましょう、よいしょ、どうだどうだ、どこまで削れるか、よいしょ、おー一発だ、強い、ルカリオがもう強すぎる、仮面男の勝負に勝った、やりました、イエーイ、勝てた勝てた、はい、今回はこのくらいにしておいてやろう。だいたいそういうセリフを置いていくよね。お、来ましたね、ジュン君がレベル26、あースターじゃん、レベル41まであとちょっとだ、次には絶対レベル上がりそうですね、よいしょ、はい。とさあ次狙われた WPM リーダーいきましょう、お、さっきの続きですね、みんな聞いてくれ、外につながる出口を見つけた、はあよかった、このまま出られなかったらどうしようって思ってたんだ、何を言っている、諦めなければ道は必ず開けるものだ、そこにたどり着くまで決して折れない不屈の精神を持っていればな、あそうだった、急なことで驚いたけど気持ちで負けちゃいけないよな、あそうだ、さあ出口はすぐそこだ、お、何でしょう、また出たよブレイクだ、さすが WPM リーダーですね、正直見くびっていました、ブレイクだ、なぜ私を狙う、くだらない WPM を潰すため、え WPM を、そんなことは絶対にさせない、君たちの目的は何であれこんな卑怯なやり方を見過ごすわけにはいかない、ホケルン手を貸してくれるか、はいもちろんです、そのキラキラと輝く目を持つ奴らはみんな気に入らない、あなたたち全員絶望の闇に叩き落としてあげます、うわー次じゃあバトルだ、どうなってくんやろ、よいしょ、あー次ブレイク弾2だ、ちょっと待って充電がないかもしれない、あと 3% いけるか、きっといけない気がする、きっといけない気がするので、ちょっと次洞窟のブレイクダウン2なんですけれど、ちょっとまあ、キリはあんまり良くないんですけど、一旦ちょっとここで止めようかなと思います。じゃあ次回、この iPad の充電を満タンにして、ブレイクダウン2からやっていきましょう！バイバーイ！